はい、皆さんこんにちは。純くんがホタルのテリトリーに入ってきました。ここはダメなんです、ホタル。最近仲良くなった純くんでもこのホタルのお気に入りのエリアに入ってくると怒ります。なんでホタル、純くんと喧嘩中ということです。純くんはそしらぬ顔をしてホタルの大好きなマッサージチェアを狙っています。最近純くんのですね、定位置が変わりまして、また動画で出てくると思うんですけど、で最近ちょっと純くんとホタル絡むことが多くなってきました。で昨日めちゃくちゃ面白い動画が撮れたんで、またそれも後々 YouTube にアップしていこうと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。あとはね、ホタルの甥っ子のレブロンとの初絡みも、もうとてつもなく激しいレブロンとの絡みをまた皆さん楽しみに待っていてください。レブロンがめちゃくちゃ可愛くて、もう毎日インスタが上がってくるのが楽しみでですね、めちゃくちゃ可愛いです。本当に自分子供のように甥っ子めっ子みたいな感じで、さあ純くんがダメだよ、ここはホタルのとこだよって怒っちゃって、そこはねホタルの居場所なのに、ハウスっていうとここに来るのに、ホタル純くん外した。なぜかこっちに来て、純くんがここに行くともう吠えなくなったのはなんででしょう。あ、もしかしたら怒ってないのかもしれないですよね。ここに来ると吠えなくなりましたね。よし。あ、吠えた。あ、怒ってるわやっぱり。まあでもホタルはジュン君多分大好きだと思います。噛んでますね顔。この間レブロンとの絡みの時はレブロンにめちゃくちゃ怒られてました。ホタルが生後3ヶ月の子犬に、ホタルがね、もうマウントを取って上から乗っちゃうんですよ。それをやられてレブロンが怒っちゃって、もうパーカーも着る機会は今年はないかな。だんだん暖かくなってきて、今日も20度超えて今肌感冒のままです。ホタル、さあ犬らしく枝を拾って持って帰ってこれるのか。ああ偉いホタル、偉いな、できましたね。でも離さないんですよこれ。ほら持って帰ってくるだけで離さない。なんならこの木の皮食べてます一生懸命。ああ餌には負けたな、餌には負けた。お座り、はい、えらい、餌もらえるっていうのが分かったらちゃんと、でも離さない、独り占めしたいホタル。一番幸せな瞬間ですね、これが。ホタルと一緒に昼寝、足の上で、邪魔なんだけど、まあ、いっかっていう感じで。眠たそう。手はちょっといやらしい。
まあもうあっという間に250話まで来ました。この調子でいけば秋には300話到達しそうな感じですね。さあもう動画はどんどん撮って溜まってるので、もうどんどん行くぞっていう、もう行けるところまで行くぞっていう感じですけど、これからも蛍の光よろしくお願いします。楽しみにしていてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。